では今日のその残りの時間ではその規定の重要な性質についていくつか説明したいと思います。教科書ですと143ページからいきますので、必要な人は適宜教科書を見ながら聞いてください。で、まず大事な性質はですね、その規定は常に存在するという内容です。で、ただしこれにはいくつか条件がありまして、その条件を今から述べますと、まず V はベクトル空間であるということ。で、2つ目は V は0ベクトル以外の弦を持つこと。それから V は3つ目は V は有限性質であることっていう条件があります。ですので、0ベクトル以外の弦を持つような有限性性なベクトル空間には必ず規定が存在するというのがまず大事な一つ目の性質です。で、一応このですね、数学をやる際にはそのまずこういう大事なものが存在するかどうかっていうことから議論をしておりますので、で、ちょっとこの定理だけは一応証明のあらすじを紹介しておきたいと思います。あと数学において、その例えば存在するっていうのはどういうふうに証明するかっていう、その証明のスタイルですね、その紹介も含めて説明したいと思いますので、聞いてください。で、規定が存在するっていうことなんですけれども、まず V が有限性性だっていう条件が使えます。V が有限性性だっていうことですから、この V っていうのはあるその x1 から xr っていうベクトルで生成されるということを仮定していいんですね。ということで、その規定の条件のうちの、x1 から xr でがあれば、V は生成できるっていう、その一つ目の条件は満たされることになります。で、もう一つの条件として、その x1 から xr が線形独立でないと規定とは言えませんでしたので、大事なことはその x1 から xr が線形独立かどうかっていうのをこれから確かめていきます。で、状況によるんですよね。これって x1 から xr が線形独立な時もあるし、線形独立じゃない時もあると。で、じゃあ x1 から xr のうち最大何個までが線形独立かっていうのを調べたとしましょう。で、これが最大 s 個まで線形独立だったということにします。で、ここで場合分けをするんですけれども、じゃあこの S が R に等しいか、すなわちこの X1 から XR が線形独立だった場合ですね、最初の条件は。もし X1 から XR までが線形独立であったならば、それはもうその規定の2番目の条件を満たすから、この X1 から XR というのは規定だというふうに言うことができます。で、問題はこの X1 から XR は線形独立でなかった場合ですね。X1 から XR が線形独立じゃなかった場合、すなわち、この最初の S 個ですね。X1 から XL で最初の S 個が線形独立で、で、残りのベクトルを加えると線形従属だよっていう場合を考えましょう。で、そうすると、実はこの x1 から xs が線形独立だとするならば、この残りのですね、x の s プラス1から xr までのベクトルっていうのが、実はこの x1 から xs で生成されるベクトル空間の弦であると、すなわち x1 から xs の線形結合で表されるっていうのをが示されるというのが大事なところです。これ実は先ほどこの授業の冒頭で後でやりますって言ってあった定理6.1にそのことが書かれています。ということで、ちょっと定理6.1に戻って見たいと思います。で、この定理6.1をですね、見てみますと、これ教科書には線形独立の拡大条件というふうに書かれているんですが、まず定理の内容はこういうものです。まず V をベクトル空間として、で、X1 から XR が V の線形独立なベクトルの時に、もし
その新しいベクトル x を持ってきましたと。でこの x がこの x1 から xr、 すでにある x1 から xr の線形結合で書けませんと、いう時、まあ、もしくはその x1 から xr で生成されるベクトル空間に入ってませんというならば、この x1 から xr に新しい x を加えたベクトルも線形独立ですよっていうのがこの定理 6.1 の内容です。で、まあ、ちょっと時間の都合で証明は省略しますけれども、大事なことは、今のさっきのその証明に使える事実はこの結論の対偶で、対偶を取るとどういうことを言ってるかっていうと、もし、x1 と xr が線形独立 でかつ新しいベクトル x を加えると線形従属になりますという時ならば、この x っていうのは、新しいベクトル x っていうのはその最初からあるその x1 から xr の線形結合で書けますということを言っています。まあ、これがこの定理の内容なんですね。ですので、もしですね、さっきのその規定が存在するの定理に戻ってですね、ちょっとこれ進めようかな。そうすると、もしですね、まあ、この x1 から xr のうち最初の s 項が線形独立 で残りの s プラス1から x の s プラス1番目から x の r 番目を加えると線形従属になるとするならば、今の定理 6.1 からこの残ったベクトルですね、残ったベクトルは最初の s 項のベクトルの線形結合で書けますっていうことを言ってるのはこの定理の 6.1 から分かるわけですね。そうすると、証明の最初で V は有限生成っていうことから、 V っていうのはこの、まあ、X1 から XR の R のベクトルで生成されますっていうことを言ってたんですけれども、実はこの、後ろの方の余計目はですね、この S プラス1番目から R 番目のベクトルっていうのは、1番目から S 番目のベクトルで線形結合で書けますから。実質的にこの V っていうのは最初の1番目から S 番目までのベクトルで生成できるということになります。そうするとこの V っていうのが R 個のベクトルで生成できるってなったんですが、実際にはその中の最初の S 個だけ選んで生成で選びは生成できるということが分かって、しかも X1 から XS は線形独立っていうことになりましたので、この x1 から xs がこのベクトル空間 V の、まあ、一つの規定、一組の規定ということになって、規定が存在するという結論になります。というふうにしてその存在をですね証明してます。だからこの場合は実質その存在するっていうのは有限生成っていう仮定から言えたんですけれども、その有限生成がそのベクトルを空間を作るベクトルの中から、まあ、線形独立なものを選べると、選んでこれるということをこの定理では言っています。で、K の 6.3 はそのことを別な形で述べていて、まあ今みたいにその R 個のベクトルで V が生成されているならば、その中から線形独立な S 個のベクトルを選んで、まあ、規定にできるということを言っています。ここまでいいでしょうか。まあ、ちょっとややこしいところがあるかもしれませんけれども、後で確認しておいてください。それから、次に2つ目の性質としては、規定の取り方はいろいろあります。実際無数にある場合、一般には無数にあるということを言っています。で、ここではその V が0ベクトル以外のベクトルを持っていて、かつ V は有限生成であるという状況を仮定しておりますけれども、そこでその一つとして例題 6.2 というのが教科書の143ページの下の方から144ページの方にありますので、ちょっと紹介しましょう。例題 6.2 はこれ V がですね K を係数とする3次以下の多項式全体の集合なんですけれども、こういうその多項式の集合の規定の取り方として一番パッと最初に思い浮かぶのはこれですね。1と x と x2 と x3 の、x と x2 乗と x3 乗の線形結合で
まあ、3次元の多項式が書けますというのは皆さんすぐ分かると思います。でこれをもうちょっとひねった形がその教科書の規定その2ってやつで、その規定の2番目は1と1プラス x と1プラス x プラス x2 乗と1プラス x プラス x2 乗プラス x3 乗と、まあ、これもその今考えている V の規定になりますっていう話をこの例題では解いています。一応例題なのでこの授業でも今からちょっと説明しましょう。で、まずこのですね、この規定が、まあ、2つの条件を満たすっていうことを言うんですけれども、1つ目はなんだ、任意の3次の多項式が今の規定の線形結合で書けるっていう事実ですね。ということで、任意の3次の多項式をこんなふうに表してみました。a プラス bx プラス cx2 乗プラス dx3 乗と。で、これをですね、無理やり変形します。で、そうしますと、2行目にありますように、この定数の係数に、a マイナス b を持ってきたと。で、それから、1プラス x に b マイナス c をかけてみたと。それから、1プラス x プラス x2 乗に c マイナス d をかけてみたと。それから、1プラス x プラス x2 乗プラス x3 乗に d をかけてみたと。まあ、こういう形を無理やり作るんですね。で、そうすると、与えられた多項式が実はこの1と1プラス x と1プラス x プラス x2 乗とあと1プラス x プラス x2 乗プラス x3 乗の線形結合で表されているということになります。まあかなり作為的ですけれども、こうやって数学では証明する場合もあります。ちょっとこれで、まあ、生成できるっていうことはまず示されたというわけですね。で、それから、もう一つの性質はこの今の4つの多項式が線形独立であるということを示すんですけれども、これは線形独立の定義に従って、この1とですね、1プラス x と1プラス x プラス x2 乗と1プラス x プラス x2 乗プラス x3 乗の線形結合を作って、まあ、それが0になるためのこの係数の条件を求めますと、次のこの真ん中の行にある連立方程式を解くわけですね。C0 から C3 の条件を求めます。そうしますと、これ各項この各項のこの係数が0にならなければなりませんから、それを使うと、まあ、C0、C1、C2、C3 全部0でなければならないということになって、まあ、線形独立性も示されるというわけです。まあ、でしょうか。で、それからあと3つ目の性質、これが今日最後になりますけれども、この任意のベクトルは規定の線形結合として一時的に表されると。ただしここで気をつけてほしいのは、そのさっき規定の取り方はいろいろあるって言いました。ですので、それぞれの規定の取り方に対して一時的に表されるっていう意味で、規定の取り方が変わるとこの線形結合の表し方も変わるので注意してください。だから、一つの規定が与えられれば、その規定を使った線形結合の表し方は一通りですよっていうのが、この今言ってる性質です。で、まあ、これも一性というのも数学ではよく扱いますので、まあ、その証明の仕方もここで紹介しておきましょう。まあ、今 V をベクトル空間として、それから規定として x1 から xr が与えられているものとします。で、一次性を表す時のその数学の常套手段は、こんなふうにですね、その x っていうベクトルをその2通りの線形結合で表されたとみなすんですね。例えばこれ1通り目はこの c1 から cr っていう係数を使って線形結合を作りました。もう1つは C1 ダッシュから CR ダッシュを使って線形結合を表しましたっていう2通りの表し方を作って、実は両者は等しいですっていうことを示すのが、まあ一次性の証明でよく用いられる手段です。で、この場合はまあ2通りの表し方をしましたと。で、そこで
両辺これ引くんですね。左辺から右辺をザザザッと引きますと、こちらの行にありますようなあの線形結合の式が出てきますね。で係数が C1 から C1 ダッシュを引いたものから CR から CR ダッシュを引いたもの、でこんなふうにあのこんな式が出てくるんですけれども、ここでその X1 から XR があのこの V の規定であるという性質を使います。どういう性質かというと、X1 から XR は線形独立なんですね。ということは、この線形結合が0ベクトルになるということは、この係数が全部0にならなければなりませんから、そうすると、C1-C1 ダッシュも0だし、同じように CR-CR ダッシュも0であるということから、まあ、最終的に実はこの各係数ですね、この C1 と C1 ダッシュも等しいし、CR と CR ダッシュも等しいという結論が導かれます。というのが、まあ、あの証明のアウトラインなんですが、まあ、この説明でちょっとよく分からないっていう人はまたあのあとこの後の時間で、聞いてください。ここまでいいでしょうか。はい。ということで今日はあのベクトル空間 の規定についてですね、その規定の定義と、それから規定の例と、それから規定のいくつかの重要な性質について紹介しました。で、次回はこの規定の話を受けまして、今度セクション、教科書セクション 6.3 ですけれども、このベクトル空間 の次元の話に進みたいと思います。ここまで何か質問ありますでしょうか。はい、それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。